食卓の悩みを解消。料理教室キッチンスタジオマムで活躍中。時間がない主婦の味方、川添貴子さんの登場です。川添さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今週のテーマは、はい、秋の夜長におつまみレシピとなっています。今日はこちらを作ります。今日はささっとおつまみを3品、はい、しかも定番のそのままでおつまみになるような、ポテトスナックであったりとか、ね、枝豆であったりとか、はい、サキイカをちょっとこうね、ひと手間かけてね、ちょっと加えてっていう感じで、しかもお子さんと一緒に作れるようなそんな作り方になってますんで、はい、作ってる最中もちょっと楽しいですよ。はい、はい、おすすめです。はい、さあ、それでは早速クッキングスタートです。はい、まずね、ポテトサラダ作っていくんですけども、ポテサラです。はい、今日ジャガイモ使いません。これね、ジャガイモのスナックですよね。はい、まあ、よくある定番のこういうスティックタイプのね、はい、ポテトスナックですね。はい、これを使っていきますね。はい、これ袋に入っているのは、この上からこれすりこぎなんかでね、叩いてね、ちょっとね、粗く潰していきます ね、うん、ね、こういう風にね、ここもね、子供さんが多分好きな作業なんだろうと思います。うん、完全に綺麗に潰さなくてもいいんですもんね。粗く潰せばいいと思います。はい、こんな風でいいと思います。これ、はい、いろんな味のね、ポテトスナックあると思いますけど、今日はこれサラダ味が一番良かったみたいですよ。いや、いろいろ試したんですけど、サラダ味にたどり着きました。はい、でね、これこういうふうに粗く砕けたら、これ耐熱ボウル用意しますね。はい、でこの中に入れますね。はい、じゃあ入れ入ります。はい、これはあとね、ゴミに使ってください。ね、これぐらいの、はい、これぐらいでいいと思います。粗さでね、砕けております。はい、はい、でこの中にですね、これ熱湯なんですよ。はい、90ミリリットルぐらい入ってます。でこれをこう入れて、はい、入れました。はい、でね、これ少し混ぜますね。はい、ちょっと馴染むように少し、ね、軽く混ぜました。でこれように軽く混ぜて、そしてね、これね、このまま今日ね、はい、お皿ひっくり返して蓋にしますね。はい、このようにもうラップでも何でもいいです。こういうふうに蓋をして2分ぐらい置いておいてください。このままですね。はい、ね、はい、これがどんなポテトサラダになるのか楽しみですね。はい、じゃあ2分置いておきますね。はい、で次にね、次はサキイカの方ね。サキイカです。はい、このまま食べても美味しいんですけれども、はい、今日 40g 一工夫していきますね。はい、これちょっとシャカシャカしている袋ね、これレンジかけていきますので、はい、これはレンジにかけられるのでね、こうちょっとシャカシャカ、透明じゃなくてシャカシャカタイプの、はい、はい、でこれね、サキイカこのままでもいいんですけども、少しね、長いのがありますよね。ありますね。これをね、袋を破らないように少しね、ここでね、ハサミ入れてください。びっくりするぐらい太いのとかありますよね。ありますよね。これもでもね、お子さんと一緒に、ね、ハサミだからね、切っといてって、うん、いいと思います。そうそう、今日のレシピは全部包丁使わずにいけますからね。ハサミで作れます。でこれぐらいでいいと思います。はい、食べやすいサイズに切りました。ね、はい、ちょっとね、一工夫していきますね。これまず入れるのがお酒が入ります。はい、そしてこれがね、みりんですね。お酒とみりんは小さじ1です。はい、で醤油なんですけども、もうほんの少し、サキイカの塩加減にもよりますけども、これぐらいね、少しだけこう振りかけるぐらいでね、小さじ1分の1、はい、これぐらいでいいと思います。ちょっとですね。はい、そしてこれがね、すりおろしのニンニクですね。少し入れておきます。はい、これも小さじ8分の1。はい、そしてあとね、これが蜂蜜ですね。これを入れておきます。結構いろいろ入るんですよね。入るでしょうね。はい、そしてこれね、コチュジャンです。これも入れますね。これで甘辛さも入れていく。そうなんです、ね、お酒のおつまみなのでね、味がちょっと濃いめの方がいいですね。そうですね、またこれいいと思います。はい、お願いします。そしてこれね、この上からこういうふうによくなじませていきますね。はい、でこれがね、今日のラップ技になります。はい、コチュジャンとかね、素手でやると赤くね、染まってしまったりするんですけども、なかなか取れなかったりしますよね。うん、そうです。でお箸じゃちょっとね、混ざりにくいのでね、今誰か来た？来てましたね。完全に今人が通りましたね。はい、はい、でこんな風にね、よくなじませておいてくださいね。これはまあ子供さんのね、好きな作業なんだろうと思います。はい、はい、しっかりとじゃあ揉み込んだ方がいいわけですね。こういうふうに色がね、こういうふうに変わるぐらいまでね、しっかりこういうふうにね、わかるかな、こういうふうに揉み込んでください。はい、これぐらいもうしっかり全体に揉み込みました。はい、はい、でこのままですね、袋これ大丈夫なので、はい、少しこう緩くくくってね、このままで電子レンジでね、600ワットで、ね、30秒ほどかけてください。そうすると味がなじみますのでね。600ワットで30秒、はい、お願いします。はい、
誰もいないですね、大丈夫です、大丈夫です。お願いします。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあレンジかけてる間にね、先ほどのね見てみましょう、はい、もういいと思います。さあ簡単ポテトサラダどうなるか、ね、開けてみましょう。はい、よいしょ、開けてみます。ちょっとこうふやけた感じになってますよね、うん、ね、あ、本当だ、でも、ね、あれですね、ネットは完全になくなってますね。そうでしょ、結ってくれてね、ふやけてくれてると思います、はい、こんな感じで、ね、こんな感じでポロポロになってます、はいはい、でポテサラっぽい。でこれだけじゃちょっとあれなのでね、はい、これね、これもずく酢なんですよ、これを入れてます。どうですか川村さん、ここでまさかのもずく酢、意外すぎますね。喧嘩しないんですか。しないんですよ。でこれがね、今日のね、うまみ剤になります。あのもずく酢ね、今日3杯酢使いました。3杯酢が一番合ってくれると思います、うん、であのこれ味がついているのとね、ちょっとこう酸っぱさがちょうどね、あの和風のポテトサラダみたいになるんですよ。へー、でよくねもずくと一緒にこんな風によく混ぜますね。はい、はい、でこれね、あの粗熱が取れる前少し置いとけばいいんですけども、はい、ちょっと青山さん、ここで味見られますか。いや食べてみたいです、ね、どんな味なんだろう。じゃこれでね、よし、これスプーンでどうぞ。はい、ありがとうございます。はい、じゃこれこのまま置いときますね。もずくとポテサラ、うん、あー美味しい、合いますね。合いますよね。合いますね。あの本当でもそのポテトスナック感がなくなるというか、なくなりますよね、すごい料理になってますね、うん、はい、でこれちょっと熱いのでね、粗熱が取れるまで少し置いておいてください、うん、はい、はい、お願いします。はい、はい、じゃあそこ冷ましておきますね、はい、さあもう一品ね、枝豆のスティックを作っていきたいと思います、うん、でこれ春巻きのカップなんですけどもね、あのこれ4分の1ぐらいに切ってます。これはもうハサミで切られるといいと思います、はい、そして巻いていきますね。縦半分横半分で4分の1サイズですね、はい、でこの角っこをねこう手前にして、はい、そして枝豆はね、これもあの鞘から出しておいてください、はい、これはもうあの茹でられて使われてもいいですし、冷凍のものでも大丈夫だと思います、はい、でこれねチーズをね、このまずね真ん中に置いていきますね。でこの上にね、溶けるタイプのピザ用チーズですね。溶けるのがいいですね、はい、で多分4つぐらいですね、この大きさだと4つぐらい入ると思います、はい、そしてねここへね、はい、ゆかりのふりかけです。これ少し、ね、振っときます。ここであのふりかけのゆかり、そうなんですよ、はい、これぐらいでいいですね、うん、はい、でねこれで今日のうま味になるんですけども、はい、あのゆかりのふりかけ、あの塩味と一緒に風味もありますよね、うんうん、でこれを振っておくとちょっとね味がね美味しくなります、はい、でこれあの巻いていくんですけども、海苔ね、これあと小麦粉、薄力粉ですね、薄力粉小さじ2に水を同じ同量、はい、これですね、はい、はい、溶かしたものです。でこれ海苔代わりにねつけていきますね、はい、じゃこの辺にはつけてね、あとはもうくるって巻いていくだけです。これもね多分子どもさんあのできると思います、うん、ね、一緒にやられたら楽しいと思います。枝豆がちょっと余った時とかいいですね。いいですね、これお弁当の数にもなりますのでね、はい、あ確かに、ね、これね、はい、じゃあこれ巻けましたので、じゃあねこれを先に揚げていきますね、はいはい、これ揚げ油なんですけども180度ぐらいに熱しておいてください、はい、でこれ中へ入れていきますね。でこれはもうあのそんなに火が通すっていうようなものが入っていないので、焦げ目がつくぐらいでいいですね。焦げ目がつくぐらい、そうですね、ひっくり返し、はい、ひっくり返ししながら揚げておいてください、はい、じゃこれ青山さんにお願いしてもいいですか。はい、じゃあ僕やっておきます。はい、はい、お願いします、はい、で先ほどのね先イカ出してきますね。あ、お願いします、はい、ね、ちょっとこう匂いもしてるでしょ。どうなってるんですかね。あ、でもいい香り、ね、ちょっとこういうふうにあの温めるとイカが柔らかくなるのとね、うん、味が落ち着きますのでね。でこれちょっとボウルに出しておきますね。はい、はい、こんな風になってます。こんな感じでちょっとしっとりしてますね、はい、そうですね、はい、でこれにですねまだ入れていきますね。これ、汁入りごまね、これ入りごまを少し入れておきます。でこれね少し残されて、あとかけと、あのかけ上からかけるといいですのでね、これちょっと置いておきます。それからこれあの好みなんですけども、輪切りの唐辛子ね、はい、そしてこれねごま油ですね、はい、でこれでよく混ぜておきますね。
はい、じゃあこれで味付けの方はいいと思います。じゃあこれ置いておきますね、はい、じゃあこれできたまだもう少しかかると思うのでできたものから盛り付けていきますね。はい、じゃあ盛り付けお願いします。はい、じゃあ盛り付けていきます。こう3品ねまとめてこう出てくるっていいですよね。いいですよね。でこれ多分そのまま食べても美味しいものなんですけどもちょっと一工夫されるとね、はい、っていう感じは、ね、これお酒何合わせたらいいですかね。これねまずひとまずとりあえずビールですね。ビール。であとビール飲んでから考えてください割にね結構なんでもあると思います。はい、じゃあこれポテトサラダの方も粗熱が取れてたのでねついでいきますね。ちょっと置いてる間にやっぱりもずく酢の水分を吸ってくれますのでね、うん、ちょっとしっとりももうここから見るとポテトスナックだったとは思えないですよね。はい、でこれにまだもう少し入れていきますね。これ大葉の千切りです。これね上に乗せていきます。好きです、はい、これまた大葉とねよく合うんですよね。でも大葉が上に乗ってるだけで美味しそう。違いますよね、うん、それとこれね明太子をほぐしたものね少し色もいいですよね。これがまたいいです ね、 ね、それとですねあとこれディップみたいにねクラッカーに乗せて食べられるとねいいと思いますよね。もう完璧な完璧なおつまみじゃないですか、ね、はい、はい、そしていいですね。これぐらいでいいですか。揚げていきます。はい、揚げますね。お願いします。はい、油一応少し切っておきますね。はい、お願いします。じゃあこれもこれね、ちょっとこう返し折ったようなものね、これを置いて、あ、揚げ物ですからね。そうですね。で油も吸ってくれるし、ね、こう感じもよく。はい、あ、これでも本当お弁当いいですね。ね、サイズ的にも。ね、うん、はい。はい。はい、じゃあこれね盛り付けていきます。はい、これで完成しました。はい、これで。わ、いいですね、美味しそう、はい、こちらでささっとおつむい3品完成です。さあ、今日の材料はご覧のようになっています。ポイントです。今日はお手軽に3つのおつまみを作りました。簡単ポテトサラダはポテトスナックから作りましたよ。市販パックのもずく酢を加えると旨味がアップします。定番のサキイカはコチュジャン和えにしました。ビニール袋で手も汚れずしっかりと揉み込むことができます。そして枝豆はちょっと余った時におすすめですね。枝豆スティックです。これはゆかりのふりかけを使って風味をアップさせました。ぜひ皆さんもねお子さんと一緒にも作ってみてください。さあ、それでは川村さんどうぞお召し上がりください。いただきます。迷っちゃいますけどまずポテトサラダから、はい、いただきます。川村さんもでもこのポテトスナックからのポテサラ作ったことがあるそうです。そうですか、はい、でももずく酢が入ると思いませんでした。ちょっとね味が変わりますよ。え全然違いますね。違うでしょ。これ何ですかこの味わい深さ。はい、大葉と明太子もいい。いいですね、うん、ちょっと居酒屋で出てくる手の込んだポテトサラダみたいな感じになりますもんね。はい、続いてこのサキイカ。サキイカこちらへ、はい、いただきます。わ、あ、ちょっと甘さが、この蜂蜜のいい甘さですね。うわ、おいしい。柔らかくなってますね。うん、最後にじゃこの枝豆、はい、いただきます。こちらはお弁当にもおすすめです。ゆかりいい味出してます、ね、ちょっと風味が違いますよ ね、うん、ね、はい、あ、おいしい。ぜひ皆さんもね一品でも二品でも三品まとめてでも作ってみてください。さあ、明日はイタリアンの道浜さんにサーモンとキノコのカルトッチョ、はい、このカルトッチョっていうのは紙包みでオーブンで焼くという、はい、そういう料理みたいなんですね、はい、一体どうなるのか楽しみにしておいてください。川添さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。